シュガーソブルーン。ハッシュタグスケールでかくいきたい。ああ、そうだね。だからやっぱそうだね。そうだね。そりゃそうです。ではこちらは、
あのまあファンの皆さんと僕たちで一緒になって考えていけたらなと思いますので、あの真剣にね考えて、あの何がいいかをあの見てください。はいはい、というわけで本日の指令はこちら。このチャンネルでやりたいことを一人三つずつあげよう。企画ってことだよね。そうです。企画で3つやりたいことをカメラの前で言ってもらいます。1つ目はあの川に行ってザリガニを何匹取れるかで、やってろ。2つ目が、まあ、バンジージャンプ。おお、これ結構恐怖心とかないんでめちゃくちゃやりたい。で3つ目はあのベトナムの最後にいて最後の歌を歌ってみたらみんなどんな反応するか。いいね。はい、ベトナムの最後まで行くわ。みんなでお酒を飲む。まあ、いいと思う。2つ目がみんなで学園祭回り。もういい年だ。やっぱ最後はファンの人とかが増えたら視聴者さんが、そしたらその人たちを集めてセミナー。やめ。お前ちょっとでもお金取ろうとしてるだろ。青春っぽいことしたい。それブランコでこうわーってジャンプするじゃん。それの記録書いてある。これいいわ、やりたいわ。言わなきゃいけない。怖いわ。あとは、あの滝行。いいわ。あとは、虫取り。一番でかい虫捕まえたやつ。俺絶対やるわ。まず一つ目、ラーメンを食べたい。願望じゃん。みんなで、それで、あ、みんななのね。みんなでラーメンを食べたい。ラーメン作ろう。ええよ。そして2個目、続いてくよ。お化け屋敷、遊園地。そしたらあっち側がお前にびっくりした。だから補足じゃないか。あとは僕があの調べたあのブザーのメンバーの相関図をちょっとみんなに披露したいなとも思っておりますので。相関図でどういうこと？相関図、あの、まあ、ここのメンバーはできてるよね。そうヒカキンさんとコラボ。それはしたい。そしてテレビの〇〇説をやりたいなって。3つ目、まあ、1週間くらいかけてなんかメンバーある1人だけドッキリかけるよ。で他のメンバーはもう全仕掛け人なんだけど、どうですか？絶対お前だよね。お前だよね。財布のお金ラスベガスで増やしてみた。増えるラスベガスって行っただけで増える。あと、無人島ナイフだけ持って3日間トライバル。楽しそう。僕たち7人に協力してあの何かに挑戦する企画。例えばなんか野球だったら野球のチームで作ってプロ対自分らで勝負するみたいな。もう一個は何だろうな、あのガチ合宿企画。ボーカルとかダンスの合宿をマジでやる。ガチの人集めてあのやるみたいな。整形企画。整形。俺しないだってブザーでイベントのことも。はい、というわけであのみんなからのね案がいっぱい集まったところなんですけども、そういうのとかお化け屋敷とかね行ったりねしたいなと思ってますんで、ぜひブザーチャンネルこうご期待。これからベトナムのジャンケンをします。ジャンケンポン。日本語なんだ。あ、それ日本語だった。
やばい、日本語だったらもう一回お願いします。